竜氷の原料となる、コリアナギとミシンと洋古流細工は、兵庫県と洋歌市、洋布市、三方郡上町で生産される、古流製品。コリアナギや塔などで編んだ氷やバスケット、インテリアなどの木工品である。国の伝統的工芸品並びに、特許庁の地域ブランドに指定されている。縁山川下流域の湿地帯に多く自生する、コリアナギを用いて編み上げたものが、 柳氷である。豊岡古流細工の歴史は古く、奈良時代に作られた田島国産流箱が、東大臣の正僧院のおものとして残されている、ことから1200年以上の歴史を有しているとされる。古流産業として確立したのは、豊岡藩が城下町として形成した安土も桃山時代である。初代豊岡藩主京国高盛が、加工技術の育成と販売に力を注ぎ、 古流産業として奨励し、1763年には、専売制を成立させたことから、豊岡の柳氷として、世に知れ渡り、日本有数の柳氷の産地として発展した。江戸時代には、旅行具として、一般の庶民に広く利用され、明治時代には、数々の国際博覧会に出品された。昭和に入ると、軍事氷などを、生産、1992年に、 経済産業大臣より国の伝統的工芸品に指定された。2006年には古流在庫に関する資料や制作に用いる道具類などを展示した資料館が玄武道公園の玄武道ミュージアムに豊岡古流在庫ミュージアムとして開設した。2014年8月14日の日本経済新聞庁関最終文化面で取り上げられた。寄稿者は 豊岡古流細工伝統工芸師の寺内匠、ありがとうございます。